ねえ、その仮面の街ってどんなところ？よくわからない。とにかく変なところだ。お前も大概変なやつではないか、下着女。行くぞ。狼だ。気をつけろ。戻って行くみたいだ。どうもリーダーがおるらしい。この施設は使えぬようだ。この施設門が閉ざされておるな。やっぱり無理そうだよ。なんだ。おお、あれかいね、ガテ。キッ、我ら恩人だ。カイネ、知り合いなの？いや、違うんだ。昔この近くで狼たちから子供を助けたことがある。それ以来この町には入れるんだ。こんな私を受け入れてくれる、そんな奇妙な町だ。言葉は全くわからない。期待するな。とりあえず町を巡ってみるか。言い忘れたが、この国の言葉は特殊だ。せいぜい頑張れ。王は奥の館にいるからな。あとは自分たちで行け。カイネは？面倒だからここで待ってる。まったく、役に立つのか立たないのかわからぬな。巨大な建物が王の館である。ところでどうやって行けばいいんだろう。頑張ってルートを探すしかないようだな。体中砂まみれだよ。体力も減っておる。次は気をつけよ。なんて言ってるんだろう。わからぬ。
砂だらけは嫌だ。落ちぬように気をつけるのだ。たどり着いたのに。とりあえずこれでは埒が明かぬ。戻ろう。アルテルア地域だぜ。せっかく話してくれてるのに何もわからないなんて。気に病むことはない。意思疎通ができるのは言葉というより価値観が違うせいだ。シロ、もっと頑張っ。さっきから同じところをぐっ。おかげと言ってはなんだが、この娘なら身振りを通して我らと話せそうだぞ。ありがとう。どういたしまして。私フィーア、あなたたち困ってる。そうなんだ。ちょっとこの町に用があって来たんだけど、なんだか言葉も通じなくて。あなたたちを案内してくれるのか。でもその前にこの町の説明をする必要。僕たち王様に会いに来ただけなんだけど。ダメ、この町には掟があるから。ついてきてだそうだ。邪魔になっているようだぞ。してくれたおかげで言葉もだいぶ分かってきた。直接話させてもらうよ。王子様にちょっと話を聞きたいのですが。ザ・カイラム、多大財頭とお会いでしたいでく。改てしてたすおいく。まったくもって
本当にうんざりとさせられるな。フィーアが謝ることじゃないよ。とりあえずはカイネのところに戻ろう。昔助けてもらった人？カイネが。つまりカイネがフィアの恩人であると。このソヤで大飯ぐらいの下着女が。まさか本当に人助けをしておったとはな。うるさい、用事が終わったのなら行くぞ。タインだ。カイラムとユリセーザタイ。え、いや、アルテルは喧嘩するよう臨機打ち。どうしたの？カイラムザイイタスタゲッタイゾトキサザってカザキチイサタイトダザユリセイチタザイラートキンデン。え、アルテルはゾンゾスチギュータタパラタイチクルギタイサギウシウデ。アルテルはザ、うん、自分たちが困るような掟なんてやめちゃえばいいのに。フリーダ、エルパ枯れたい。掟と無関係なよそ者だったらどこに行こうが誰も構わないよね。つまり僕が王子を助けるってことでどう？よかったな。厄介ごとに首を突っ込みたがるよそ者がちょうどいて。ダイラと私も行こう。確かこうだったな。起きて1024、恩義ある客人の望みは全て叶えよだろ、フィア。まったく、どいつもこいつも。行くぞ。怪しい広間だな。ムベなるかな。わ、あれ。囚われておるぞ。だが掟がないのであれば我らの本領が発揮できよう。うん、思う存分やれるね。これは一体。ある箱から魔力を感じるぞ。
妙なやつだな、箱の集合体とは。白も大概不思議だと思うよ。ここに来たの？知らん。暴れたらここに出てきた。よくやったぞ、下に女。うるさい。カイネ、光る箱を優先して破壊するのだ。チキンのボロ神は黙ってろ。牛せもクソもあるか。全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。カイラム、ユリ、ズサラとオタチュ、カイザムセとペルア、カイザム、デサラとユート、シアトとウサトチウレシグ、ツグ、コスキ、サオサラエオ、シエテキッタ、ペルア、カイザンアサキ、カエ、サラト・ア・ヤーリ、アト・ルル、タタ、ユ・カイラム、オステ・
チルタチエクグギリス・ア・ガイウカン・ヤリカイザム・アッチエテスレ・タダ。それでカイザム・チ・タレルチロンテク・カイナムカイザム・ユーリ。ウラ・コトサラ・タインタゾスローであった。ベルアト・カイザム・セテ・テツサワク。ゴレ・トルヨーリ。いや、そんな、お礼だなんて。遠離探査クルタ統合。まるで脅迫だな。じゃあ、オキテゼロとして気に入らないオキテは住民投票で変えることができるってのはどうかな。名案だ。ヨーリサロエルパ・チスチタペルアとルドシ・オンジワクレタイペルアとトタトだ。アンダ・サンキト・シチテ・トヨーリュエオ・カイザムサラトワ・シエテキッタコスキ・ウカ・エテスレタだ。ありがとう。でも王のために一番頑張ったのは僕たちじゃないよ。ケワタタ。国門病の治療方法について何か知らないかな。素水よライザムで糸つ。やっぱり王様でも治らなかったんだ。ああで図式たとだ。やはり地道に封印されし言葉を集めるしかないようだ。そうだね。それしか手がかりはないしね。ウィンカレキソと。ああそれらを集めると国門病が治せるっていう古い言い伝えがあるらしいんだよ。伝説というだけでそこに信憑性はないがな。ヨナを助けられる可能性が少しでもあるのなら何だって信じるよ。言葉だろうがオーブだろうがクリスタルだろうが命がけで集めまくってやる。あとだアコチしてそんどトダチときて。もちろん。もう誘拐されるでないぞ。うんタクトウチタク。ヨナが心配だ。そろそろ戻ろう。